東和大学は、山口県下関市一宮学園長2番1号に、本部を置く日本の私立大学である。1974年に設置された。大学の略称は、東和大、東和、ウェア。石津照寺、野村武衛、井上義行、林恵海、村本福松、立吉を、久下香薫らにより、人文、社会科学系、自然科学系の学部を揃えた。 総合大学として創立発起、国際的な場で学術的かつ学際的な研究や教育を実施し、他人のために汗を流し、一つの技術を身につけた人材の養成を目的とすることを見学の精神としている。開学以来、豊かな人間性を育む教養教育と専門技術を習得する実学教育を融合させた教養と 専門的な技術を合わせ持つ人材を育成する人間教育の実施という実学重視の教育理念を掲げている。そのため様々な資格、免許が取得できるカリキュラムを整備している。代表的なものは学部では幼稚園から高等学校までの各教育一種免許状保育士資格、栄養士資格、食品衛生管理者資格、二級建築士受験資格、 美容師受験資格など。大学院では、臨床心理師、公認心理師、税理士、公認会計士など、理論と実学を極めた、高度専門職業人の養成をミッションとし、その理念に基づいた研究システムを構築している。東亜大学は、両羅木号遺跡、壇の裏の戦い、岩流島の決闘、そして幕末、明治維新と、 日本の歴史とゆかりのある場所に位置する。また、下関市にあるため、関門海峡を挟んで、九州からの本州の玄関口であり、東亜大学から JR 新下関駅が徒歩県内にあるというアクセスの良さから、県外から通う学生や教員も珍しくない。スポーツ系のクラブ活動も盛んであり、中でも野球部と男子バレーボール部は競合で、 プロ選手及び日本代表選手を輩出している。特に野球部は大学野球の最高峰である明治、神宮野球大会を3度制覇している。サッカー部は第76回天皇杯全日本サッカー選手権大会に山口県代表として全国大会に初出場している。大学院では博士前期家庭臨床心理学専攻の社会人。 長期履修生入学制度設置、通信性修士課程と各専攻解説など、社会人向けキャリアアップや生涯学習にも力を注いでいる。特に、通信制大学院での法学専攻は、全国でも他に例がなく、通信制で、税理士試験における、全方系科目についての学位取得による、試験免除資格を取得できる、事実上日本唯一の大学院として知られる。 また、芸術学部トータルビューティー学科は、4年生大学で、リビウーシの国家試験受験資格を取得できる、日本初の学科である。日本の総合大学として、初めて、学部学科に関係なく海外研修、海外留学を卒業要件として必修化した。1966年、人文、社会科学系、自然科学系の学部を揃えた総合大学として、 創立発起。1967年、設立代表者に、串田たかが就任。1972年、学校法人東亜大学学園並びに、東亜大学経営学部設置認可申請準備を経て、1974年2月に、設置。大学キャンパス学科下関市四大学、協定山口大学、東亜大学、日本医療学園附属東亜看護。 学院教育連携協定、バイ学院大学、東亜大学学術教育連携。ありがとうございます。